はい、こんにちは、シアスカです、今回は水のような理想の生き方というテーマのお話を聞いていただきたいと思います、今回も、一通ですね、いただいたメッセージをご紹介させてください、毎日メルマガ読んでいます。とても読み応えがありますし、日常生活に役立てています。貴重な情報をいつもありがとうございますということですね。こちらこそメッセージを送ってくださってですね、そして日頃メールマガを読んでくださって本当にありがとうございます。はい、ということで今回は水のような理想の生き方というお話を聞いていただきたいと思うんですけど、まあ、個人的にですね、最近老子という人物の本を読むことが非常に機会が多くなっています。で、老子という人はですね、日本人はそれほどこう馴染みが浅いというか薄い思想家なんじゃないかなと思うんですね。孔子の方が有名だと思うんですよね。孔子、論語で小学校とかで道徳とかで習ったり、もしくはその高校生が国語の授業で習ったりする孔子ですね。孔子の方は有名だと思うんですけど、老子という人はその孔子に比べてそんなに有名な人ではないかなというふうに思うんですね。ただ時代とともにですね、そのやっぱりこう求められる思想っていうのが変わってくるということがすごく言えて、唯一絶対の正しい答えっていうのはまあ実はないんですよね。唯一絶対こう正しい答えっていうのはない。時代が変わると答えは変わるし、国が違うと答えが変わるし、もしくは接してる目の前の相手の人が誰かっていうことで答えは変わってしまうわけです。全ては相対的なんですね。絶対的な答えっていうのはないわけです。で、なぜ日本人は孔子という人をずっと学んできたか、論語っていう形で小学校生が道徳で学んだり、もしくは高校生が国語の授業で学んだりしてきたかっていうと、孔子の思想っていうのはですね、そのどれだけちゃんと安定した社会を作るかっていうのにすごくこう役に立つ知識なんですね。思想なんです。その混乱してた世の中をいかに安定させるかっていう、その安定をさせていくためには、その孔子っていう人物、もしくは孔子の弟子たちが説いているその論語で記載されているような考え方、思想っていうのはすごくこう重要なんですね。なんですけど、時代っていうのはですね、大体こう70年ぐらい周期でサイクルを繰り返してるっていうふうに言われていて、大体70年でこう一回転するような感じなんですね。なのでどういうサイクルになってるかって言ったら、破壊と創造があって、そして安定していく、そしてまた破壊と創造があって安定していくと、破壊と創造があって安定していくっていう、これを繰り返しながら歴史っていうのは回っているんです。なぜずっと安定じゃないんですかっていうと、実はその安定っていうのが長く続いてしまうとですね、無駄っていうものがどんどん増えちゃうんですね。無駄なものがどんどん増えてしまうんですよ。本当は必要最小限じゃないものっていうのがどん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 増えていっちゃうんですね。安定っていうのをずっと突き詰めていくと。だから一回どっかでこう壊さないといけない。例えばその家で1階建ての家にをじゃあ2階建てにしますって言った時に、1階の上に2階をこう足せばいいってわけじゃないんですよね。その基礎工事自体が1階建て用なので、1階建ての家を1階こう取り壊して、もう1階2階建てを最初から作らないといけないわけですよ。だからどうしてもこう途中で1階破壊と創造っていうのが必要になるんですよね。まあ、ちょっと見てない方にとってはピンとこないかもしれないんですけど、スターウォーズっていう映画があって、スターウォーズっていう映画はですね、そのアナキン・スカイウォーカーっていう人がダース・ベイダーに最後なるんですけど、アナキン・スカイウォーカーはその預言者たちからですね、この宇宙に、秩序をもたらす、平和と秩序をもたらす人物だっていうふうに予言されてたんですね、アナキン・スカイウォーカーは。で、そのアナキン・スカイウォーカーが結局ダース・ベイダーになるんですけど、じゃあ予言が外れたのかって言ったら実は当たってるんですね。ダース・ベイダーが一回その、ですね、古いジェダイの人たちの伝統、古い伝統っていうのを一回ぶち壊しちゃうんですよ。だから破壊と創造役なんですよね、そのアナキン・スカイウォーカー、後のダース・ベイダーっていうのは。日本で言ったら信長みたいな人です。信長みたいな人がその一回その
武士とか貴族とかのその既得権益でガチガチになっているものを一回こうぶち壊すわけですよ。その破壊と創造っていう役割をする人がいて、そしてそれで一回こう更地に戻った後もう一回より良いものを新しく建設していくっていうのが私たちの歴史のサイクルになってるんですけど、大体これが最近だと70年周期だっていうふうに言われてるわけです。で、求められている思想っていうのがその安定、もう一回その家の建築が始まってるっていう状態の時は実は孔子の思想論語とかでもいいんですけど、この逆にその一回もう壊さないといけないと、この仕組みとかこの古いやり方っていうのはもう今通用しないから、一回それを壊さないといけないっていう、その破壊と創造に向かう時期っていうのは実はこの孔子じゃなくて老子の方が求められてるんですね、思想的には。で、そのどっちの時代の時にどういった思想家の考え方を自分の生きる指針とし拠り所にするかっていうのはだいぶ生き方が変わってくる。だから孔子の思想だと先生とか年長者とか年配先輩の言うことを聞いて指示命令に従ってこうそれを着実にこなすっていう人が人材教育では育てられてきたわけですけど、今からそういう人物っていうのは逆にこう通用しない。どっちかって言ったらその今古くなってしまって時代に適応しなくなってしまった仕組みとかを超えて自由に物事っていうのをこう発想できたり想像できたりする人っていうのがこれからは求められてるし活躍していける人時代なんですよね。で、そうなった時にこの老子という人っていうのがすごくこう注目される、これからどん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 学ばれていくことが増えていくであろう思想家の一人です。まあ、それが老子という人で、まあ、その老子の本を最近は読む機会がすごく増えています。まあ、つまり私たちっていうのは70年に1回、ちょうど70年前ポツダム宣言を受け入れて日本は戦争で無条件降伏しましたけれども、その70年ぶりぐらいに私たちっていうのは再びその変革の時代に今差し掛かっているんだと。古くなってしまった仕組み、具体的に言えば法律とか政令とか規則とか命令とか、あとはその世間体とか常識とか、そういったものでこうみんなががんじがらめになってるわけですよね。日本の法律って作ったら作りっぱなしなので、作ったら作りっぱなしでどん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 、法律の数だけが増えていって、もう法律に縛られまくってこう自由に何もできなくなってしまってるわけですよ。だから一回それを全部こう破壊して、一回その更地に戻さないといけないっていう時代になってきていて、まあ、そういう時っていうのはその言われた通り言われたことをこう無難にやっていく、そういう人物じゃなくて、もっと自由に、もっとこう常識の外から枠から外れて物が考えられたり想像できたりする人っていうのが求められてるんですね。まあ、ということで老子っていうのが今からは逆に孔子に比べてですね学ばれる機会が増えていくだろうというふうに想像しています。で、今回は孔子の、孔子じゃないです、ごめんなさい、老子の思想の中から水のような理想の生き方ということで、お話を続けたいと思うんですが、まあ、老子はですね、それを上善は水のごとしと、上善、上の善ですね、善は善悪の善ですけど、上善、まあ分かりやすく言うと最善ですよね、最善は水のごとしという言い方をしているんですが、水のような生き方をすることができたら理想だっていうふうなことを言っています。で、水っていうのはすごくこう柔軟性が強いんですよね。その水っていうのは上から低いところに流れていきながら地形に合わせて、例えば四角形のところには水は四角にこう変形してその土地に入っていくし、丸いところには丸く自分自身が丸い状態になってこう入っていけるんですよね。つまり相手に合わせて自分自身を変化できるっていうのがこの水っていう性質なわけです。そういうその柔軟さっていうのがすごくこれからは特に大事で、20世紀だったらその一貫性とか頑固とかポリシーとかっていうのはすごく大事だったと思うんですけど、今からっていうのはそういったのに固執してしまうと逆にこう時代から取り残されてしまって対応できないんですね。今からはどっちかって言ったらその頑固とか貫くとか一貫性とかっていう時代ではなくて、水のように時代とか国とかもしくは目の前の相手に対して自分自身をこう変化させていくっていう、そういう柔軟な水のような生き方っていうのが、こういう混乱期を乗り越える時にはすごく適しているっていうか、向いている考え方
なんだろうというふうに思うんですね。要するにこう多様化しているので、みんなが正しい答えっていうのが誰も分かんない状態でこう模索してるんですよね。でなった時に、一人一人がいろんな考え方でいろんなことを、まあ、情報発信している中で、目の前の人がどんな人なんだろうっていうのを見た時に、相手に合わせて自分を変化させていくっていうことがすごく大事になってくるわけです。だから杓子定規に、どんな人にも謙虚に振る舞えばいいとか、どんな人に対しても自信満々で振る舞えばいいとか、どんな人にも厳しく、接すればいいとか、どんな人にも優しく接すればいいとか、そういうこう杓子定規的な、人間関係の作り方では通用せず、相手が優しい人で厳しさが求められているなと思ったら厳しくやっていく、逆に相手はもう十分、自分自身を、律して厳しく生きているということであれば優しく接するとか、まあ、そういうふうに相手によって自分自身を変化させるっていう、その水のような生き方考え方っていうのがすごく求められている、時代だというふうに、言えると思います。なのでこう学校でこういうふうに習ったからとか、親からこういうふうに習ったからとか、もしくは世間の常識としてはこうだからっていうことがもうどん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 通用しなくなって、とにかく目の前の人っていうのはどんな人なんだろう。で、それに合わせて自分を変化させていくっていうことがすごく大事なんですね。なので、相手をよく見て、相手をしっかり理解して、で、それに対して自分を合わせていく。相手に対して自分を合わせていくということが大事になってきます。とはいえですね、最初やっぱりこう会ったばっかりとか出会ったばっかりの時っていうのは、なかなかそれほど相手のことを理解できてるわけじゃないですから、とりあえずはどんな人に対しても丁寧に、ものすごく自信満々に振る舞うわけでもなければ、ものすごくこう下にへり下るわけでもなく、とにかくどんな相手に対しても、ね、年長者に対しても年少者に対しても丁寧に接していくっていうことが無難だと思うんですね。で、中にはそういう堅苦しい、接し方っていうのを好まない人もいるとは思うんですけど、でも丁寧に接してる限りは少なくても敵にはならないんですよね。まあ、味方にはなってくれないかもしれないですよ。そういう丁寧な、堅苦しいのを嫌う人は、味方にはなってくれないかもしれないですけど、でも、まあ、丁寧に接せられて嫌な気持ちがする人っていうのはほとんどいませんから、まあ、とりあえずこう敵には絶対にしないということで、こう丁寧に接すると。でだん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 人間関係っていうのにこう、接する機会が増えてい、くと、この人にはもう少しこうフランクに接した方がよりこう相手との距離が近くなれるなとかっていうのが、だん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 こう人情の機微みたいな、この理屈を超えたその感情レベルでしかこう感じられない人情の機微みたいなのが分かってくると、まさに今回の、水のような理想の生き方ということで、相手に合わせて自分を変化させていく。でそれは単にその八方美人になれとか、御用聞きになれとか、不和雷同で生きろとかっていうことではなくて、自分のっていう芯があって、自分自身っていうものをしっかりと持っていながら相手に合わせて対応していく。そして相手との、対応コミュニケーションが終わったらまた自分自身に戻ってくる。だから芯っていうのが逆にしっかりしてないと、安心して相手に合わせるってことはできないと思うんですよね。だから自分の芯っていうのをしっかり固める、まさに自立っていうのが土台にあった上で、その自立してるから自分に合わせろじゃなくて、自立してるんだけど相手に合わせて自分が変化していくと。で相手との良好な人間関係を築きながら、また、自分一人の時間の時はまた自分の芯っていうのに戻ってくると。まあ、こういう水のような理想の生き方っていうのをやりながらですね、この70年に1回の変革期、混乱期っていうのをうまく乗り切っていきたいと。そして依存ではダメですと。でも自立だけでも難しい時代、今は相互依存ということで、互いが互いにですね、相手を尊重し助け合いながらですね、この70年に1回というその変革期、混乱期っていう難しい時代をですね、一緒に乗り切っていけたら一番望ましい姿なんじゃないかなというようなことを、今考えています。はい、今回は水のような理想の生き方という、テーマのお話を聞いていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。